sure. で今日は2012年の7月13日ですね。昨日ベートーベンの喜びの歌を歌ったんですが、スピーカーの電池切れで、うまくいかなかったんでやり直します。今日はドイツ語の歌詞がネットで見つかったんで挑戦してみますが、私は国立高専の卒業なんですが、ドイツ語5年間やりました。自慢じゃないが、言えるのはイヒリベティヒぐらいですか。全くダメ。日本語の言語教育、英語を中学3年、高校3年、6年やっても全然会話できない。外人から話しかけられるとうろたえるという人が多いんですが、私は日本の言語教育自体が根本的に間違ってるんだろう。私は英会話の練習をするのにモルモン教の宣教師の人を家に招いて、随分練習しました。彼らからはホームページの翻訳とか手伝ってもらったりとか、随分助けてもらいましたが、彼らは驚くことにアメリカで日本語の教育を3ヶ月とか半年とかそれぐらい受けて日本にやってきて布教活動をやるんですね。私の趣味は何々ですとか言うんじゃなくて、あなた神を信じなさいという議論をやれるようになって日本に来る。6年間英語やって道聞かれて答えられないという日本人とは根本的に違う。私はなぜ違うかというとですね、日本の語学教育というのは人間の頭の中にある言語を司る部分に働きかけていないんだろう。いきなりドイツ語をやるときでもデルデスデムデムダスデスデスダスとかいう定冠詞から覚えられて、言語を司るのにそういうのを記憶するなんていうことはまずないんで、ご飯食べたいとか水飲みたいとか、それをどういうのか、あんた誰だ、そういうところから始めなければいけないんではないか。ところが日本語の語学教育というのは学問という観点から試験をしやすいように組み立てられていて、人間が言語を覚えるのにどういう仕組みで、覚えていくのか、赤ちゃんがどうやって言葉を覚えていくのかということを度外視した非常に悪いやり方をやっているために、努力しても努力しても、私なんか未だに英語の聞き取りが悪いんで努力してるんですけども、もうすでに頭の中で言語を司る部分に情報が伝わらなくなっちゃってるような気がしますね。悪い習慣がつきすぎた、という言い訳をしておいてですね、ドイツ語の読み方すら忘れてしまってるんですね。フロイデ・シェーネル・ゲッテルフンケン・トフタ・アウセ・リージアムって言うんですかね、意味なんか全然わからない。フロイデは確か喜びだったですね。喜びがどうだらこうだら。ゲッテルフンケンっていうのは神様が、確かね、このシーラーの詩はキリスト教の概念に基づいてできてて、神のもと全ての人類が友達になろうみたいな、そういう発想があるんで、その部分はでかい。日本語の晴れたる青空漂う雲よというのより重さが若干ありますね。神のもとみんな平等で友達になろうじゃないかっていう呼びかけてる歌である。というところで、ドイツ語で歌ってそれから日本語の歌詞で歌ってみたいと思います。おいでか、おーロイデシェネルゲッテルフンケントートアウセリジアムビルデルベルテンフルーネンファルケ
can himmlisch deine heißen Team, deine Zorrel ist die Wiedel, was die Mordestegen hat. Alle Menschen werden Brüder, wo dieser Vogel weht. Alle Tarua, O Zora, Tadayo, Kumoyo, Kotori wa utaeri, Hayashi ni mori ni, Kokoro wa hogaraka, Yorokobi michite, Mikawa su wa rera no akaru.花咲く壁に聞こえる友よ吹く風爽やかみなぎる日差し心は楽しく幸せあふれ響くは我らの喜びの歌というところで今日はご勘弁ください。